吉田さん、夢を叶える像ではないんですけども、林風っていう本をね、届けてくださる方がいました。私のところにはね、宗教ですとか思想ですとか NHK だとか、黙っていても訪問していろんな情報を届けてくださる方がいるんですよね。で、そういった情報をいただいたら私はね、必ずアウトプットすることにしてるんですよ。こういった林風っていう本を読んでね、朝の誓いっていうのがあります。3つの恩を忘れず、喜んで進んで働きます。人の悪を言わず、己の善を語りません。気づいたことは身軽にすぐ行います。腹を立てず、不正の思いをいたしません。3つの無駄を排し、新しく大地に生き抜きます、というふうに5つのね、訓示が書いてますね。その他こうやって細かいトピックがあったりとか、会員さんのね、素敵なエピソードがあるわけですけども、まあどこ行ってもね、お金の悩み、健康の悩み、それ仕事の悩み、それから何ですか、恋愛の悩みですか、この4つのこと以外はほとんど書いてないと言ってもいいですね。で、どんな解決がそこにもたらされているのか、情報商材によって解決する人もいれば、宗教によって解決する人もいれば、病院とか大学に行って解決する人もいて、まあそれぞれ様々かなっていうところですよね。まあ、ですんでね、いつまでも自分が相談する立場にいるんじゃなくって、相談を受ける立場にいるっていうことが大事かなと思うんですよ。そういう意味で言うと、この林風っていう本を持ってきてくださる方は、私に対してね、何かしらのアプローチを引き出そうと思ってると思うんですけども、私は私でこの人とのご縁に対して私の商品を売ろうと思ってるわけなんですよね。まあですんでね、こういう人を遠ざけてしまったら、そもそも商売の入り口を閉ざすことになるんですよ。まあ吉田さんが言われたように、挨拶もなしにそのうちになんかね、結婚することはないっていうことだと思うんですけども、やっぱりね、誰かと何かね、いい仲になろうと思ったら、その入り口っていうのは結局ほとんどの人に対してやることと変わらないことから始まってるんじゃないかなと。100人の男女がいます。みんなに挨拶します。そこは変わらないわけですよ。じゃあ次に会った時どんなアクションをするかとかね、次にどんなエピソードをその人ともたらすのか、そもそも二度会うことはないのかっていう感じで、100人の人とも付き合いを重ねれば重ねるほど、親密な人と疎遠になる人と分かれて、お互いにこうふるいにかけられるわけですよね。で、最終的に残った人と恋愛関係が続いていれば、まあそれは行くところに行くと思いますし、まあそもそもね、一時期の友達とかね、単なる知り合いとかで終わって離脱する人もいると思いますしね、様々ですよね。どちらにしましても入り口で挨拶一つできない、無料コンテンツ一つ作れないっていうところになると、その先のビジネスっていうのは成立しないかなっていうところは一緒ですね。で、林風の方もね、何年も私のところに届けてくださるんですよ。3、4年に一度ぐらいですか。私もかなり読ませてもらったんで、多分ここの会員さんと同じかそれ以上の思考力を持ってるんじゃないかなと思いますね。はい。子育て5つのキーワードってありますね。寄り添う、見守る、受け入れる、待つ、耳を傾けるというね。はい。まあこういうのもいろんなところで聞かれることだと思いますけども、やっぱり、どこでも言ってることは同じかなと。誰がそれを届けるのかっていうことと、誰から受け取りたいのかってところに差があるのかなと思いますね。それじゃあ、いってらっしゃい。